はい、どうも、たまごです。はい、ということで、今日も一時お疲れ様です。えー、今日はちょっとご報告の動画があるんですけど、まあそんな人気もないのにね、えー、なんでそんな動画を撮ってんのかっつったら、まあまあ、あの、もともとそうなんですけど、結構マニアックな方というか、コアな方えー、もういらっしゃってですね、まああの、コメントをいただいたりだとか、えー、まあこの希望でも、こんな人気のなさでもそういうとこがあるんで、まあそういう人たちを、まあ、 まあ、大事にしたいというか、えー、まあ、もともとそういう人間なんで、えー、まあ、そういう人たちに向けて、ちょっと、あの、今後の活動についての報告の動画を、一、えー、つあげたいなと思いました。まあ、だから、俺のことに全く興味がない人は、あの、全く見なくていい動画なんで、もうここで、はい、えー、終了ということで、<laughs> はい、ということなんですけども、えー、今後この YouTube ですね、えー、いやー、 めません。やめません。今後も通常通り、あの、俺の感想とか、俺の気持ちとか、そういうのをですね、まあ、あのー、再生回数関係なく、今後もやり続けていきたいなというふうに思ってるんですけど、じゃあ何が、えー、どういうふうに変わっていくかっていうところで、来年の春あたりにですね、えー、ツアーをします。全国の音楽のツアーを。で、もともと、 ええー、まあ、たくさんライブをする、まあ、ツアーミュージシャンという、まあ、職業ですね。まあ、そういうのがありまして、えー、僕も毎月20本とか25本ぐらいライブを全国各地でやってたんですけど、ね、一昨年ですか、えー、なんか、ちょっとこのまんまじゃどうかなということで、えっ、ー、と、いったライブの方は、まあ、休止してたんですけど、まあ、一番最後にライブがやったのは去年の12月ですかね。で、その中で、まあ、いろいろ、まあ、ちょっと考えて、 きた中でまあ、あの、たくさんのユーチューバーさんとも出会わせていただいたりだとか、自分の知らない世界をね、たくさん見させていただいて、まあ、ウーバーやったりだとか、ウーバーの配達員さんといろいろ話をさせていただいたりとかで、まあ、その中で、まあ、もうそろそろ、えっと、自分のその現場の方にですね、 えー、まあ自分がいるべき場所、みたいな場所ですかね。まあに、まああの、ちょっとずつ戻っていきたいなというふうに思ってて。で、前みたいにその20本とか、たくさんまあライブをですね、月にやったりとかすることではなくて、まあその、いわゆるそのツアーミュージシャンの方とは違う動きにはなるんですけど、一本一本のそのライブに関してちょっとい,いろいろ意味を持たして、まあ今後やっていきたいなというふうに思ってて。まあその中で、えー、来年の春に、 えー、本数はちょっと、そんなに多くはないです。多くはないです。あの、なかなか、ライブって、その、じゃ初めての場所に行って、えー、初めての場所で、ギライライブをさせてくださいって言って、言って、やれるもんでもなくて、まあ、いろいろ横のつながりがあったりしてというところの中で、意外とその、えー、まあ、その、ライブのつながりの方の中でもね、まあ、田中孝二はいずれ戻るだろうっていうふうに、ずっと思ってくださってる方も、まあ、いたりして、で、まあ、要するに、まあ、ま、 え、ちょっとずつそっちに戻ってくると。で、YouTube チャンネルに関しては、あのー、ずっと、やっぱ俺のその、なんですかね、こう気持ちとか、まあそういうのを言う場所は、今後も変わりなく、あのー、このチャンネルを休止するとか、その大げさなもん、もうないですし、ずっと同じように、えー、まあやってくでしょう。やってくでしょうというか、まあやっていきます。あのー、 ま、それがね、そのトレンドに上がってるものだったら視聴回数が伸びるだろうし、えー、そうじゃなければそんなに伸びないだろうし。ま、あそんなことはもう俺にとっちゃもうどうでもいい話なんですよ、正直言うと。だから、あのー、今まで、えー、っと、ま、あそうですね、そのライブをちょっとだいぶ期間あげてる中で、じゃあ何もしてなかったのかっていうと実はそうでもなくて、えー、結構かなり色々やってました。えー、やっぱ、声を出す仕事なんで、 体を鍛えたりだとか、まあ発声法とかも一から学び直して結構ちょっとなかなか大きくなってきたんですよね。で、やっぱ声も出しやすくなりましたし、発声法も一から勉強し直したというところで。で、その中で、えー、あのー、いろいろとね、その音楽に関して、えー、ちっちゃいながらもまあチームをですね、まあ組んでというか協力してくれてる人たちもいて、 まあ今年中にちょっと1、2本ぐらい関西でライブをしたいなと。その中で、まああの、来年のツアーに向けてやっていきます。それで、えー、来年の2月か3月あたりに今レコーディングをしているという話をしたんですけど、それのミュージックビデオが来年、えー、出る予定です。で、その出たミュージックビデオのライブツアーを やっていくと。いうことで。えー、まあ、要するに、まあ、活動の範囲が増えるということですね。生でライブをする。まあ、もともとた現場に戻るということなんで。<laughs> まあ、たかといって、あの、俺がこうやって、えー、ずっと感想を言ってるこのチャンネルに関しても別に止まることはないですし。 えー、これからも、えー、好き勝手ですね、えー、言っていきたいなと思っております。まあ、まさかね、あまあ、あのー、いろんな感じで、こう、俺は、なんだろう、その、もともと YouTuber とも思ってないし、YouTube でその、まあ今日もねあ、ありったけの自分の感想を言いますけど、YouTube でその、もともとのし上がってこうみたいな、もう、な、なかったんですよ。もともとなかったし、なんだろう、その、YouTube から、その、 ね、レペゼみたいにうー DJ を聴いてもらうみたいな手法とかもそもそも考えてなかったし、あんまりそういう風うにしたいとも思ってないんですよ。うん。あんまりね、その、なんだろう、その YouTube からみたいなのもなかったし、やっぱ生の現場でどれだけ聴いてもらえてどれだけ評価してもらえるかっていうことっていうことは、やっぱりそれなりのことをしないといけない。うん。 YouTube の以外のところでね、しないといけないし。で、この、ちょっと空いてた期間の間に、たくさん音楽のことを勉強できました。できましたし、まあやっぱ好きなんですよね。ライブというか音楽というか、好きで。えー、で、まあ、やっぱそろそろ、あの、そういうふうにやっていきたいなというふうに思ったんで、まあ決意とかそんな、 大げさなもんでもないですけど。というところで、えー、今後、えー、まあ、ライブをしますよという、まあ、報告ですね。でその中で、まあ、あのー前、前々から言ってるように、まあね、その通りすがりの人が結構バーって来て、なんか文句を言ったりだとかもたくさんありますけど、まあ、今後もそういうこともあるのかなというふうに、まあ、このチャンネルはこのチャンネルに残して、で、ミュージックビデオも、えっ、ー、と、僕のね、セカンドチャンネル、えー、やっと100人超えましたけども、 あっちの方にあげます、来年も。で、どっちにしようかなと、ずっと迷ってたんですよね。で、こっちの、その、喋る方のチャンネルだったら収益化も行ってるし、ミュービデオを出すことで、収益も入れるんだけど、なんかそれも違うなと思って、こっちはこっちでやっぱり、あの、なんていうか、まあフリーダムというか <laughs>、すごく自由なチャンネルなんで、 僕からしたらね。うん、なん。そこであげるのもなんか違うなと。まあ、あの宣伝動画とかはこっちの方であげようとは思ってますけど。まあ、宣伝動画というか、まあ、告知動画ですね。まあ、そういうのはこっちの方でも上げたりはしますけど、基本的にミュージックビデオはやっぱり、えー、100人ちょいのミュージックビデオの僕のチャンネルの方で、今後もま、ブレずに上げていきたいなというふうに思ってるので、 実は言うと、そっちの方が伸びてほしいって、心の中で思ってるんです。あの、いろんなね、そのヘズマくんだとか、カミナワさんとか、いろんなユーチューバーさんと出会いましたけど、僕がね、ずっと聞かれたりするんですよ。やっぱり YouTube でこう行きたいんじゃないですかみたいな話をされるんですけど、正直言うと、だからもう、そう、あの、言うのは全くなくて。うん。あどっちかというと、その YouTube がバーンって、 ね、なんかこう、伸びさそうと思って頑張って伸びたところで、僕は、なんだろう、その、すげえ幸せではないかなっていうふうに思ってたんで。だからまあ、こっちはこっちでマイペースでずっと、あの、定期的に、えー、やり続けたいと思いますし、定期的に見てくれて、定期的にコメントをいただいてる方々に、がいる限りは、まあ、そういうふうに今後も変わらずやっていこうかなと思いますね。まあ、あの、 え、まあ来年また楽しみにしていただける人がいるんであればね、えー、その途中でお会いできたらということで、まあいろいろちょっと決まってきたということです。そのコロナがやっぱ、えー、今回、えー、全面解除という風になったので、 だからそのコロナ次第ですかね、今後も。これはもっとなんかま、また緊急事態宣言だとかっていうと、えー、ちょっとまだ色々変わってくるかもわかんないですけど、とりあえず今のところの予定はそういう風になってるということなので、今後の活動としてはそういう風に進んでいくということです。はい。ということで、今日はそういった話でした。どうもありがとうございました。